れですね、殲滅速度もそうだけど、どのエリアに向かって先に飛ぶかですね。先に飛んで相手を他に行ってもらうことができればいいんですけども、すげえ緊張するな、これ負けらんねえって、負けたら俺見てるから俺が足引っ張ったよ次はあれですね、先に突っ走ってみます。先に突っ走るパターン、だいたいそのパターンだとエリアくぶりが発生しやすいんで、そうですね、勝ちパターンを自分で選べないっていうのが、その代わり殲滅速度がいつものところで飛べるんで速くなるから、得点は稼ぎやすいっていう、結構運に左右されると思います。ただいまより緊急編成を実施する。君のコールサインはアルファ1 さっき言ったようにここが遠いんですよ、ちょっとで、ここが選べない、なんでこことここしか選べない。君のレーダーも引っ越しされてしまった。サインの画像では忘れてました、そのこと。先に行くパターンだったらフルトートです、本来忘れてました、行っちゃった。各チームとも作戦行動に移れ、最後の破壊した部隊には得点が支給される。カットなく多くの敵を破壊せよ。レーダーサイトの破壊を確認、行動制限解除、各機3回周囲の敵を排除しろ。動きの違う敵がいるぞ。ゼロ回収されてきたようだ。ここから弾着、そうそう、復旧車両破壊、ボックス逆にブレてるたまに。やっちまった。ミサイル発射。全ての目標の破壊を確認した。よくやった。作戦司令本部より緊急命令だ。これより緊急ミッションを発令する。弾道ミサイルキャリアを確認した。あっこやばい、前が高いんですけど、目の前に来るだけで全体のパターンの中で弾道ミサイルキャリアの攻撃対象確認。なるべく相手の一回落とさないと得点がここに隠れるので、ライバルが赤竹だけでも一回手を持っていると振り負けます。ロックした弾道ミサイルキャリア残り半分、残り時間あと4分、味方の駆け回り次第でっていう。ここの上を取りに行ってもいいし、アタック発射。ガンの射程内。あー、下にいる。なのでこっちに行きます。ミサイル発射。
ダムを回って取った後に右向こうに回って、アツさんが中央を飛んでたんで反対側のエリアに来たんですよね、ダムのこっち側のために。あれが勝因です、単純にあれだけです。敵戦力は撤退を開始、参戦成功だ。さすがは選ばれた強者たちだ。次も期待しているぞ。あ、惜しいな、あともう一つで全部アルファ隊が大きな戦果を上げた。報酬の使い道でも考えておけ、一時では先に行った場合には自分が一番得意なエリアに行って殲滅速度を上げて勝負、もしくは高レート3人以上の場合はゆっくり飛んで、空いてるエリアで、まあ、3万から4万稼いで勝負で、緊急はあのポジションであれば高確率で勝てるので、だいたいそこで 2,3,000 点他のプレイヤーに勝てます。で2時は基本的に谷の下と谷の両脇とダム、この4ポイントが2時が出るパターンなんですけども、一番得点が高いのがガンタワーで、その次に両脇の谷の上、味方の3人のプレイヤーがどこを飛んでるかを見て空いてるところに飛んで、あとダムのガンタワーを落とした後に、他のプレイヤーが行ってない方向に飛べばほぼ勝ちって感じですね。なるほど、ありがたい講習でした。